秋田大学野球場は秋田県秋田市手形学園長の秋田大学手形キャンパス内にある野球場。大学の略称から秋田野球場とも呼ばれる。同大学が運営管理を行っている。1950年8月13日、秋田県が管理する秋田県営手形野球場として開場した。1951年8月3日にはプロ野球セリーグ公式戦。 読売ジャイアンツ対太陽ホエールズ戦が開催され、6から3で巨人が勝利している。1974年、市街地西川の荒谷町あざさやつや宿りきに、秋田県立球場が竣工したのに伴い、東球場は県から隣接する秋田大学へ売却され、以降は同大学の野球部が練習などで使用している。球場は手形キャンパスの北端に位置し、 本類から中堅へは北西側を向いている。南側は主導を挟んで手形キャンパス北門に、西側は秋田県道15号秋田八郎型線に、さらに北側から東側にかけては住宅地に面している。こうした立地から、以前はファウルボールが住宅へ飛び込むなど周辺住民からの苦情が絶えなかったが、2008年に防球ネットを6メートルから12メートルに重ね上げし、 問題はほぼ解消された。また、同時に、バックアウトも回収されている。衛星図、ありがとうございます。